本日は10月18日です。勝負の10月も半分が終わりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回のテーマは集中力で話していきます。で、集中力に関するアドバイスっていうのを2つ、そして皆さんに伝えたいメッセージを1つ、計3つお伝えしたいと思いますので、ぜひね最後までお付き合いください。改めましてどうも、ハイチです。今回は冒頭で話したように集中力というテーマで喋っていきますが、皆さんも人生で一度くらいは多分集中力っていう悩みにぶつかったことがあると思うんですね。なので、少しでもね皆さんの参考になればなと思っております。ということで早速一つ目参りましょう。まず一つ目が姿勢です。皆さん家にある鏡、例えば洗面台の鏡とかでもいいんですが、ちょっと横向いてもらって自分がいい姿勢だと思う姿勢をやってみてください。それを横で確認してみてください。例えば自分これね、胸を張ってこういう姿勢で、もう一個が姿勢が悪いと思うもの、特に猫背です。勉強の時に一番ネックになるのは猫背なので、こんな感じですよね。猫背、自分が姿勢がいい状態と姿勢が悪くなっている状態をまず意識してみてください。今自分が姿勢がいいのがどういう状態なのかっていうのを体に覚えさせるんです。今は立ってる状態だったので姿勢がまだ崩れにくいんですけど、勉強してる時、特にやる気がこう下がってきた時とか集中力が落ちてきた時って、人はだんだん猫背になるか姿勢が悪くなります。例えば座ってる時にこうね、さっきの姿勢がいい状態でこう胸を張ってやれるとか、こんな感じかな、どっちかというと できるんですけど、だんだんこうなってくるんですよ。で、常にこうやってね胸を張ってることが、ベストはベストなんですけど、だんだん疲れてくると前に落ちてきちゃうんですね。で、それをハッて気づいて、よしってもう一回胸を張り直して、ふう、よし、いい姿勢で頑張ろうって、この習慣がつくだけでもかなり違います。で、座ってる時はもちろんこの猫背もネックなんですけど、例えば疲れてきた時に普段こうやってやるじゃないですか。それをだんだんねこういう感じになってきたりとか、あとノートとかルーズリーフを結構斜めにして使う方いると思うんですよ。実はこれ自分もそうだったんです。高校の時結構斜めでこうやった方が書きやすいみたいながいると思うんですよ。で、これは強制はしないんですけど、自分とか塾講師の時生徒も結構多くて、無理やり直して、最初違和感あるんですよ、無理やり直してでもまっすぐやった方が結果的に慣れるから、しかも慣れて集中力も長く持つようになりました。これは自分もそうだし、うちの生徒もそう、うちの生徒に関しては 100% そうだったんで。なので、もし今斜めの方がやりやすいって思ってる方も、一回ちょっと違和感あるかもしれないけど、こっちでやってごらん。いい姿勢、ノートの位置もいい場所に置いて、いい姿勢でやる。で、最後細かいことなんですけど、ここにね皆さんノートがあると思ってください。皆さん俺が勉強してるのを下から見てると思って、その時にこうやって書くじゃないですか、ノートに向かってこうやって。この左手の使い方なんですけど、よく小学校の時に言われたことあるかもしれないんですが、その問題のところに手を置きなさいって、こういう風に。で、これ人ってこう尖ってる部分に集中目が行くっていう習性があるらしくて、この問題のところにこうやって置くと、書いてるところに置くと、この部分に集中するから集中しやすいらしいんですよ。こうやって左手使わないと、例えばこうやってやっちゃうと開けてるから、それよりはこうやってちゃんと置いて背筋伸ばして酸素もちゃんと吸ってで解いていくっていう習慣をつけるだけで、かなり集中力が持ちやすくなりますので、ぜひね試してみてください。そして2つ目は時間と量の関係です。皆さん勉強するとき、例えば今から勉強しようと決めたときに、何時間勉強しようというふうにやりますか？それとも今からこの量をやろうと決めますか？で、これは普段私の動画を見てる方はこっちって言うんだろうなってわかると思うんですけど、私は基本的に量を設定しなさいって言います。量から決めるんです。時間を決めるんじゃなくて量から決める。これ2つのやり方があって、実は量じゃなきゃダメってわけじゃないんです。例えば今から1時間やろうって決めて、時間を決めてからそこに量を合わせてくるんですよね。1時間って決めたからこのぐらいいけるかなっていうやり方も間違ってないんです。なぜかっていうと、これ別にできる方はできるんで、これでいいんですよ、うまくいってる方は。ただ難易度が高いんです、こっちの方が。うまくいきにくい。なぜかっていうと、人は時間で決めようとすると、最初ねまだ頑張ってない状態で時間を設定するので、いける気がするんですよ、時間で。1時間ぐらいいけるんじゃないかなみたいな。で、1時間くらい、じゃあ1時間くらいならこのぐらいいけるっしょって決めたものが、だいたい多く見積もってしまうから、うまくいかないんですね。で、うまくいかないから、やっと自分で決めたことも達成できない。だから自分の自信が落ちる。しかも1時間って決めてさ、30分ぐらいま頑張ったんだけど、後半だれるでしょ。でも1時間って決めたから、あと残りの30分、だらだらしながらでもちょっと時間を経たせるわけよ。
めちゃめちゃ無駄なんだよね、そこの時間が。だからいいことがない、ここに関しては。だから基本でうまくいってる方はそれでいいんだけど、それがうまくいってないなと思う方は量から決めてください。今から勉強しようと思った時にこの量をやろう、例えば数学のワークを4ページやろうって、4ページ終わったら休憩にしようみたいな、こうやって決めていくので、4ページやるって決めましたよね。でもこうやって時間のプレッシャーかけた方が楽しいと思う方は、4ページ何分でできるかな、よし20分だみたいな感じで量を基本にして時間のプレッシャーをかけるんです。そうすればダラダラやっちゃね、4ページで決めてたらダラダラしたら20分40分1時間でどんどん経っていくよ。早く終わらしたいじゃん勉強は。だから量で決めればそこまでは絶対にやりきる、ここまで行ったら休憩するんだっていうことができるので、今時間から入っていってうまくいってない方はひとまず量でやってごらん。でこれはあんまり言われないんだよね、今までも生きてきた中でなかなか言われないんだよ。何分勉強しなさい、何時間勉強しなさいって小学の時からみんなに言われてるから違和感があるかもしれないんだけど、絶対にうまくいってない方は量から決めた方がいい。で慣れていったら戻してもいいから、自分がこういう気持ちの時、こういうモチベーションの時はこのぐらいはできるんだっていう経験値が積み重ねれば誤差がなくなる、自分が決めたものがちゃんとフィットするようになるから、そしたら戻していいから、それまでは量で決めるっていうのを徹底して、でこの時一番大事なのは決めたことは絶対にやる。4ページって言ったなら絶対自分に嘘はつかない。嘘をつくぐらいなら減らして最初から2ページでも1ページでもいいから、自分で決めたことをやりきるってことがすごく大事になりますので、これをやってみてください。以上2点、ぜひ参考にしてみてください。そして最後に1つ、皆さんに伝えたいことがあります。今毎日 Google フォームのね、いただいた相談読んでたりとか、まあ、メールアドレスにねメール送ってくれる方もいるんですけど、読んだりとか、あとは塾講師時代の経験を思い出したりした時にすごく感じることなんですけど、皆さん無意識にみんなと比べてません？みんなです。この人とかじゃなくて、みんな頑張ってるから私も頑張らなきゃとか、みんなは成績伸びてるのに私は伸びてないとか、誰だそいつみたいな、ちょっと比べてません？っていうのは、うちらの時、俺が学生時代っていうのはもう中学生高校生20年ぐらい前の話なので、の時はここまでネットがねこう普及してなかったんですよ。でも今皆さんはネット社会じゃないですか。でSNS がすごい発達しているので、皆さん不特定多数の人の情報が入ってくるんですよ。例えばツイッターでもインスタでも、勉強頑張っても勉強枠とかあるから見てさ、あこの人こんだけやってるんだとか、うわもし私もこれ同じ申し受けてるのにめちゃめちゃ伸びてるんだけどとかあるでしょ。でほとんどが頑張ってる人の情報ばっかりゲットしてるはずです。だから同世代の周りの人がみんな輝いてる、みんな伸びてる、成功してるように見えてしまうんですよ。そうするとどん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 自分の価値が下がってるはずです。さ、噛んじゃった。下がってるはずです。自信がなくなってるんですよ。でももちろんそこと比べてね、比べてよし私もやるぞって奮起するならいい、そこから刺激を受けて頑張れるなら。でも落ち込むためにそんなものを見てるならもう無視してごらん。いい、みんなが戦うべきはみんなじゃないぞ、自分だぞ。さっきのアドバイスも同じですけど、自分で決めたことをやれるかどうか、そこだけを大事にしてごらん。自分で決めたことはちゃんとやりきるんだって。それができなかったら、自分で数学4ページで決めたのにできなかったらめちゃめちゃ自分責めていいよ。決めたこともできなかったって。じゃあ明日は決めたこともちゃんとやろうって、その決めたことをやろうっていう部分がサボってしまったのか、そもそも決めた量が合ってなかったのか、そこもちゃんと反省してね、ちゃんと分析してね。いい、自分に厳しくすることは大事、でも間違った厳しさは自分をへこますだけだよ。これから大事なこと、特に受験生覚えておいて、これから大事なことは自分を追い込むことは絶対に大事。でも追い込むのと同じくらい自分を褒められないと当日戦えないよ。自分を叩いて叩いて叩いて、へこましてへこましてへこまして、それで試験本番でいいモチベーションでいけるわけないじゃん。頑張った自分を認めなきゃ、褒めてやんなきゃ、じゃないと戦えないって。俺も頑張ってさ、頑張ってというか、俺このいつも言うけど、この動画ね、このチャンネルを見てる時点で頑張ってる子たちだから褒めるよ。それは頑張ってると思うもん、みんなのことって言うけど、俺がいくら言ったってきっとね、先生とか塾の先生、親御さんがいくら言ったって自分で言えるパワーには勝てない。自分の言葉が一番強く届くから、だからぜひね、ご自身を追い込むのと同じぐらい頑張れたことは褒めてやる。頑張れたこと無理やり褒めなくていいけど、
頑張れたことは成果として褒めてあげな。いいかな。速度部分を大切にして、これから元に残りの10月、まあ、11月、12月もそうですけど、戦い抜いてもらえたらと思っております。ということでね、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。また来週月曜日に何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひお付き合いください。それじゃあ今週1週間もお互い頑張っていきましょう。それじゃあまたね。バイバイ。